パリ五輪第6日卓球2024年7月31日パリ南アリーナ男子シングルスで世界ランク1位のオーソキ金中国が世界26位モーレゴードスウェーデンとの2回戦で敗れた写真あり残酷なコントラスト敗れたオーソキ金と歓喜のモーレゴード王は言い訳せず世界のトップランカーはまさかのアクシデントに見舞われていた前日30日 の混合ダブルス決勝、孫英イと組んで北朝鮮ペアを下して金メダルを獲得したが、競技後、自身のラケットが折られていた。中国メディアなどによると、金メダルを獲得した中国の2人の写真を撮影しようと殺到したカメラマンによって折られたという。卓球選手にとって、ラケットは超重要アイテム。21年東京五輪で混合ダブルスを制した水谷隼氏は、 自身の X でプロの選手は 1g 単位で重さを指定して、自分の持ちやすいグリップに加工して、汗や湿気で弾みも変わってその都度調整して、馴染んできてやっと自信を持って信じれるようになる唯一無二のパートナーなのにと解説する。その上で、同じくらいの実力の選手と、自分のものじゃないラケットで試合したら1万勝てないとしていた。やはりプレーへの影響は大きい。 1> 第1ゲームに続いて、第2ゲームも落とし、厳しい状況に陥った。第3、4ゲームを奪って2対2のタイとしたものの、高く上がったチャンスボールをミスするシーンも。敗れた王は、ラケットの影響で負けたわけではない。彼が強かったからだと勝者を称えた。